こんにちは、速稼塾の久保です。今日は11月27日土曜日です。今週1週間を振り返りながら、そしてですね、昨日1日の相場解説だったんですけども、昨日はね、チャートの図が私のトークに被ってなかったということでね、分かりにくかったかもしれませんけども、十分 FX の基礎が入っている方は私の言葉だけでチャートにイメージができたと思います。あなたはどちらだったでしょうか。まあでもね、どちらにしても私のミスでございますんで、今日はね、昨日お伝えしたかったことも込みでお届けしたいと思いますので、今日は2段階でお話しします。まず最初は11月27日朝4時12分の相場解説をするんですけども、1日分巻き戻してね、一番端っこの急落した青いチャートバーっていうのは一旦ないものとしてお話ししていきたいと思います。その辺ごっちゃになるかもしれませんけども、細かく解説していきますので、こちらをどうぞ。はい、まず日足から見ていきますけども、一番右側のこれ、目立つこれがありますよね。これはちょっとね、ないものもと思って計算してください。昨日私がお伝えしたかったことを改めてお話しします。というのが、ここでトレンド転換を起こしてね、ずっと上昇していたものが、まあ下降から横ばいに入ったのはお話した通りですよね。で、こっからですね、ブレイクして上昇局面を迎えて、どん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 上がっていったと。そして、ここまで達していたのが昨日の時点です。なんですけども、後でお話しますけども、1時間を見るとね、もう横ばいに入っちゃったわけですよ。ですんで、上昇の勢いを一旦止めてですね、上に行くのか下に行くのかってことを占う重要な一日だよってことを昨日申し上げたんですね。でもトレンドは相変わらず右肩上がりなのは間違いないので、金曜日エントリーするなら、まあ倍なんですけども、でも止まってますんでね、横ばいですんでね、ブレイクしたのを確認して、上に行くのか下に行くのかを見ながら、動いた方向についていく。でもいいんじゃないかなっていうことでお話したんですよ。ですんで実際のエントリーは、29日からの週に譲るということで、お伝えしたんですけどね。ただね、これ日足見ていただいたら分かる通り、大きく下に、こっからは、チャートバーの大きな陰線も込みで話しますよ。大きく下に下がったじゃないですか。ですんで、途中からどっかからね、エントリーできていればいいんですけども、エントリーできてない方、ね、ちょっと反省してもらいたいのは、まずね、少なくともここの力点を割ったところでは、入れたでしょってことをちょっと言いたいんですよね。114円の254、255ですけども、ここはずーっと私がポイントとして、ブレイクしたら上の方についていきましょうって言ったところですから、レジサポでね、今度はこれを下回った時は、この抵抗がなくなったわけなんで、こっからはね、売りで入れてたと思うんですよ。そうすると、おおよそ1円取れてるはずなんですよね。だから昨日は昨日で、爆撃できる1日だったわけなんですよ。これが日足での解説です。でも、相変わらず、右肩上がりですよ。昨日は、株価も大きく下がりましたしね。大きくファンダメンタルが関わっていたと思いますけれども、テクニカル的に見ると、右肩上がりは全然間違いないので、昨日一日で大きく下がったからといって、トレンド転換だと感じるのはまだ早いです。トレンド転換をしたと思えるのは、ここを割った時ですね。この安値を割って、この下落が続いてですね、こうなった時は、ここが転換だと言えます。でもそうでない限りは、押し目を作ったに過ぎないんですよ。昨日の一日も。結局は、トレンドの方向に行きますんで、私でしたら週明けからね、買いに入りますよ。ここを割ってなければ。ここを割ったら、トレンド転換だと思って、セルの方を考えていきます。よろしいですか、ここまで。じゃあ、4時間を見ていきましょうか。はい、4時間なんですけども、4時間を見ていくと、どこでエントリーすればいいかってことが、時間ごとに分かってきます。どこか分かります？まずね、ここ。ここ終わったら、親と思いながら、セルに入ってもいいんじゃないですか。ちょうど4時間の時間の継ぎ目になってますんで、入りやすいところだったと思いますよ。はい、次がですね、ここ、ここ、ここを結んだ最強のライン。一部ここもですけどね。114円の255を割ったら、大きくセルで入りますよね、もうね、すでに。これは分かってくださいよ。
これはね、私が解説しなくても、ああ以前114の255をサイドサイド念押ししたなっていうことで、レジサボ転換で売りに入るってことを分かっていただきたいかなと思います。それでも気づかなかった方はもうここですよ、いよいよここ、この点を結んで伸ばしたところでやっぱり入れないとね、セルの方向へ。さすがにこの下落がゴーンと来てるのにバイで入るっていうのはね、ないと思いますよ。もちろんここで跳ね返ってどうこうっていうのを考えてるならいいんですけども、抜けたんだったらやっぱりセルでついていかないと、この辺りまでね。今4時間で見てますけども、4時間で行ってるんだったら最後こうなるつもりでここからねセルに入ってなくちゃダメですよ。これが振り返りです。だから次は今陽線出てますけども、買い戻してね、こういう風に入って上に跳ねるっていうのが第一仮説です。そのまますっと行くかもしれませんね。で、あと3つ目は跳ね返るんだけども、さらに下に行くと、112の650とかね、そっちの方面に行っちゃうってことです。この3つの仮説、この図から立てれます？立てれないとダメですよ。で、3つ目の仮説が成就した暁には、これがトレンド転換だったと分かるわけなんですよ。なかなかそれがね、実現するまで、ここを抜けるまではトレンド転換かどうか分かりません。だって安値ね、切り下げてないのにトレンド転換って判断できないでしょ。これがだからテクニカルで見るってことなんですよ。ファンダメンタルを入れていくと急激なコストアップ、インフレが起きそうなんで、ドカーンと売りに行くんじゃないですかみたいなことになるんですけども、あくまでテクニカルでお話しする話になります、今回ね。4時間の3つの仮説は以上です。次は1時間です。1時間を見ていって、昨日私が申し上げたのはここですよ。横ばいに入ったからブレイクするのを待ちましょうってお話をしたんですよ。そのブレイクの際入るところはここですよ。ここを割ったらセルで行ってもいいよと。それでも怖かったら、ここを割ったらセルで行ってくださいねと。それでも怖かったら、ここを割った時にセルで入ってくださいよってことですよね。で、しかも114円の255っていうのをここ書いてますから、ここでね、ちょうど揉み合ってるでしょ。これが下に抜けたら入らないと。そのポイントがここでしょ、まさに。だからね、114円の070あたりから113円の110あたりまで取れてないといけないんですよ。どんなにのんびりしてても。で、取れてないってことは全く FX 分かってないってことなんで、もう一回基礎用語を覚えるところから始めないとダメです。もっと言えばね、目の前にいたらね、今まで何やってきたんですかって叱らないといけないってことですよ、これは。こんなにね、分かりやすくて何回も何回も、解説してきた。しかもですよ、この価格を114円の255を何度も言ってきたわけですよ。これでぼんやりしてたりとか、これでね、エントリーできなかったらもう終わりですよ。もう過去のね、相場回数見返してほしいんですけども、一気見でもいいんで。こんなわかりやすいことを言ってる、そんな相場解説者いますって感じですよね。はい、じゃあ1時間閉じましょう。じゃあね、番外編で月足も見てみますよ、今回。月足、ぐーっと上昇していったのが、もしかしてトレンド展開に入るかもな、みたいなポイントがあります。ここと、ここで、やっぱりね、下に潜ってるわけですよ、同じように。下から来たのが、下に戻る。下から来たのが、下に戻るを繰り返してるわけですよね。ということで、もしかしたら、ここが、また、下に戻る、きっかけになるかもしれない。ね、こうやって月足で見ると判断は変わってきます。月足で見ると、これ上昇の途中の下降になるわけですよね。全体的には上昇なんですよ。だからどれだけ落ちてもまたね、倍の方で取っていけるわけですよ、こういうふうに。で、キーになるポイントがやっぱりここです。114の255ですよ。で、もしこれをね、破ったらの話なんですけども、
ここまで上がるんじゃないのってお話をしました。ここまでね。そして120円の方向に進むでしょっていう話を繰り返したわけですよ。120円になるってわけじゃないですよ。120円の方向に行くってことなんですよ。今114円とか115円をうろうろしてる時に120円の方向に行くって言ったらはっきりするでしょ。で、反対にこれ売りの方に戻るようでしたら、例えば110円の方向に行くっていうふうに話してきたと思うんですよ、今まで。よろしいですかね。だから月足はこういうふうに見ていきます。こういうふうに見ていくのどういうことか分かります？ここと、ここと、今ここが結ばれようとしてるところですよ。じゃあ、週足も見ていきますね。週足見て今日終わっていきますね。週足は例のエリオット波動みたいにこう上昇しているところが見えるでしょ、こういうふうに。で、このエリオット波動の推進波を抜いて調整波が終わった後で、やっぱりここを超えてさらなる上昇を示唆しているわけですよ。すでにもうエリオット波動ではないですけども、でも同じようなパターンでぐんぐん上昇してるわけですよね。で、だから今回も大きく押し下げられましたけども、この形をテクニカルで見ると単なる上昇の前のこういう押し目なわけですよ。だから十分下がりきったところを見て再エントリーしてもいいわけですよ。私ならこの流れで倍の選択を取りますよね。だからね、もう一回1時間戻りましょうか。1時間の相場解説で申し上げたように、いや、ちょっと4時間ですね。4時間見ないといけない。失礼しました。4時間を見てね、ここですよ。ここを抜けたら、もう110円の方向までセルでエントリーするようになります。で、今回も、こっからね、待っていたところブレイクしたんで、何回もセルに入るポイントあったわけですよ。それを1時間で説明しました。1時間でね、行ったり来たりしますけども、入るチャンスは、セルで入るチャンスはいくらでもあったわけですよ。ここでも、ここでも、ここでもよかったでしょ。110円の255でもよかったでしょ。これで入れなかったらダメですよ、どっかで。相当儲かってるはずなんですよ。で、4時間で見ると、もうここなんですよ。ここを割ったらもうセルで入りましょうと。110円の方向に4時間で見るんだったらこれです。ただこれテクニカル的にはまだ上昇局面なんで、上昇の勢いが回復していくあれですよ、望みはあるんですよ。その可能性は大いにある。こう来てヘッド&ショルダーみたいになったけども、それを超えても上昇したわけですからね、ヘッド&ショルダーを組まずに。で、ここでまあ言いたくないですけども、ファンダメンタルで落ちてきたわけなんですよ。でもテクニカルの方向に結局戻りますから、チャンスだと思って倍に入る用意しとかないといけないんですよ。これはここから倍に入るわけですよ。唯一ここを割った時だけセルですよ。割った後にですよ。だからそれまでは倍に入るポイントを探しているって意識じゃないとね。長くなりましたけども、よろしかったですかね。これで今日はかなり丁寧に説明しましたよ。でも、FX の実際対面講義になったら、もうちょっと長いです。もっともっと細かいところを話して、あと、その都度質問も受けながら回答しますので、だいたい1時間になるわけですよ、これだけでも。だから普段ね、5分とかで解説してるでしょ。で、あんなので全部わかるわけないですからね。だから、その裏に、毎日30分なり1時間なり、これ見てる方が、もう基礎を積み上げて暗記をしてるってことが前提になってますからね。で、過去もずっとね、ある程度、数ヶ月前からずっと見ているってことが前提になってますから、今日初めて見始めた人で、知識も経験もない人は面白くないって感じるはずなんですよ。ちんぷんかんぷんだと思うはずなんですよ。それでいいんですよ。最初はわかんないんですよ。わかんないけども、私もね、レベルをここまで落としてお話しすると、もう毎日長くなっちゃうんで、ある程度わかるでしょってところからお話してますから。ですんでね、私が今回ここまで丁寧にお話したっていうのは、まあ、大サービスなんですけども、普段はここまで細かくやってないでしょ。だから基礎は自分でもうやっといてください。その上で私の解説が分かるようになりますし、私の解説が分からないっていうことは基礎ができてないってことなんですよ。だから速稼塾の FX 基礎講座をね、
去年皆さんにお分けしたんですけども、必要な方はまたね、今年も有料になりますけども、これはね、メールマガジン形式で3ヶ月お送りしますので、みっちりと学んでいただきたいと思います。まあ詳細はまたね、お問い合わせいただくときに返信で動画を送らせてもらいますけどもね、私の喋ってる動画を、そちらの方でご検討いただきたいんですけども、やっぱり基礎を身につけないと何の話をしてもダメですね。もう大前提わかんないと、そういうことでございます。でとにかく今週はがっぽり儲けたということでございます。そしてがっぽり儲けた、トレンドでがっぽり儲けたってことは同じぐらい来週も儲けれるってことですよ。ただ残念ながら月が変わりますので状況が変わるかもしれません。いずれにしても12月はもう中盤から落ち着いてきちゃいますので、勝負できるのは1週間から2週間で今年の FX は終わりです。終わりですよ、ずっと言ってきたでしょこれも、もうダメですよ。12月の中盤過ぎて何とかしようと思ってももうそろそろ手仕舞いで、私もね決済を始めてるところです。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございました。